吉谷の流儀242条じゃない242ですね。はい、今回は紙タイピング、はい、スクショよ紙タイピングですね。リクエストいただきまして、以前ね、吉谷さんがブログ書いてるところをちょっと見てみたいですみたいな、この前撮ったんですよ。で、まあ、そのリクエストいただいた方からレスポンスいただきまして、タイピングは神ですねと、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、僕のタイピングはカスですね。もう上にはね、上がめちゃいるので、タイピングに関しては全然序の口というか、だけど、まあ、その人から見ると神なんでしょうね。だから僕からすると神じゃないんですよ。上には上が本当にいるんで、まあこれ YouTube でね、紙タイピング、なんかタイピング紙とかで調べれば、多分ね、すげえ人いっぱい動画出てくるんで、なんか日本トップレベルとかね、なんかテレビ放送されたやつがそのままアップロードされてるやつとか出てくるんで、やばいっす。クソ早い。で、まあ伝えたいことっていうのは、僕はね、まあその、リスナーさんから神ですねって言われたんだけれども、最初はこれなんですよ。これなんですよね。これ。ローマ字もわかんない。僕、中学校の中1のテストの英語が7点だったんですよ。こう、忘れもしないですね。もうそっから本当に英語勉強してないっていうか、まあ中1の最初の英語のテストの7点なんで、まあそもそも僕は日本人なのになんでイングリッシュ、外人が日本語勉強しろよみたいなね。自己中っていうか、まあ、そもそももうグローバルに生きないよなみたいな、グローバル目指してないしなみたいな、日本いいやんみたいな、なんかそんな思っててひねくれてたんで、英語を勉強する、他の言語を勉強する、あんまりそのあれが見出せなかったんで、そう、だからローマ字もよくわかんないんですよ。それ大学の時かな、大学の時に、大学4年の時ですかね、大学4年の時に初めてデスクトップのパソコンをね、買ったんですよ。12万ぐらいだったな、出るの。うん、ノートパソコン買いたかったんですけど、ノートパソコンも高すぎて買えなくて、まあバイトで貯めて買ったわけですよ。で、そこに入れたわけですよ。何を入れたかっていうと、トクダ。ソースネクストトクダ。まあこの YouTube の下に入れときますけど、僕が神になったソフトです。トクダです。もうひたすらずっとそれでやりましたね。で、なんでやったかっていうと、別にその大学4年の時はネットビジネスとか全然わかんないでしょ。だけど、まあ、なんだろうな、将来僕は、なんだろう、パソコンはなんか使うだろうなと。うん。英語は使わなかったとしても、これからの時代は絶対パソコンは使うだろうと。ね。パソコンは絶対必須だというのは感じてたわけですよ。うん、で、就職した会社がパソコンを一切使わない訪問販売っていうね。なんやねんみたいな話ですけど。で、そこ倒産するみたいな。まあ、その話は置いときまして。まあ、とりあえずその時ね、パソコンは絶対将来使うだろうなと。で、その時に、なんかブラインドタッチできる人ってめっちゃかっこよく見えてたんですね。ブラインドタッチ。なんで、もう本当にきつかったんですけど、だって見たいんですよ、下を。下をめっちゃ見たい。てか、ローマ字もわかんないから。だからこう、もう地獄ですよね。なんかこう、画面に出てくるわけですよね。見たい。見ちゃダメだ。見ちゃダメだ。逃げちゃダメだ。みたいなね。見ちゃダメだ。つって。小指は、ええか。あ、動かん。ね、ピアノの人とかもブワーって動くじゃないですか。多分最初、あんな動かないですよね、多分。だ僕もそうで、動かないですよ、指なんか。そうそう。ね。そんな器用に動かないですよ。しかも、ローマ字わかんないわけじゃないですか。もう、苦痛で知らないですよね。うわぁ、見たいな。でも見たら、ブラインドタッチできないみたいな。だから、見ないで打つ。見ないで打つって。っていうことをずっとやってたわけですよ。ずっと。ずっとやってましたね。で、そしたら、できるようになりました。ブラインドタッチっていうのはね。うん、まあ何が言いたいのかっていうと、
ローマ字もわからない。これ。最初ね、見ながらこうやってた僕も、一応、紙と言われる、ね。まあ上には上がいるんですよ。だけど、リスナーさんから見たら紙に早いって思えるぐらい早くなったってことですね。だから誰でもできるってことですよ、やれば。やり込めばね。だからそう、トークにもそうですよ、トークも。昨日、僕メンバーシップのね、ライブやってたんですけど、まあ、ずっと喋ってたんですよ。まあまあ結構喋ってたかな。で、まあ、想像できませんと。吉谷さんが喋れないみたいなね。いや、これもね、やっぱね、結局もう量しかないなと僕はいつも思いますね。だって、今、即興でいくらでも喋れるわけですよ。それも単純に喋れなかったんですよ、僕も。全く。全く喋れなかったです。全くです。これ嘘偽りないです。全く喋れなかったです。だってそもそも喋らないんで。喋らない人が喋れるよ、いきなりなんか変身みたいな。変身ベルトないわけですよ。仮面ライダーの変身ベルトはみんな持ち合わせてないので、喋らない人がいきなり喋れるようになるなんてありえないでしょ。だって僕昔ね、そのゴーストライターやってた時は、本当に会社でおはようございます言って終了ですからね。まあその日によっては会議とかある場合はちょっと別ですけど、何もない日はおはようございます、お疲れ様でした、これぐらいしか言わないですから。だって喋りながらセールスレター書けます？喋りながらメルマガ書けないですよ。だから1日20通とかもマックスの時書いてたりとかしてたんでね。だからもう、もう俺に喋りかけるなっていう雰囲気を出してたんで、まあ、ヘッドホンガンつけてね、会社でヘッドホンガーってつけてずっとね書くっていう、とにかくずっと書くっていう、とにかくずっと書くっていう。だから喋らないですもんね。だから喋りながら書けないから、うん、無音ですよね。うん、だからまあ音楽が友達でしたね。そう、だからまあ、そんな状況で喋るっていうことをやっていなかった。十何年全く喋るっていうことを十何年やってなかったんで、これやらんとあかんなと。やらんとあかんなっていうか、絶対まあ将来あった方がいいなっていうところですね。だこの前ね、僕ね、コンサルしてた時に、まあ大工さんをちょっと今やってるんですけど、大工さんに言ったんですよ。じゃあ A さんと B さん、同じ大工さんがいて、じゃあ A さんと B さんの力量は一緒だと。技はね。技は一緒だと。その大工のその施工する技術は一緒やと。じゃあ A さんは全く無口で喋れない。B さんはコミュニケーションがあって喋れる。じゃあ受注、会社、その、まあ、大手会社がね、A さんと B さんどっち選びたいですかっていう。絶対コミュニケーションで喋れる大工さんですよね。だって同じ力量だったら。だって無口なんで会議にならないじゃないですか。話まとまんなくないですか。絶対喋れる大工の方がいいっすよね。コミュニケーションできて。打ち合わせもバンバンできて。ね。すぐスピなんか仕事進むじゃないですか。全然喋らないみたいな。会議にならんやった。まあ極端な例ですよ。極端な例なんだけども、どっちが選ばれますかって話です。喋れた方がいいよねと。うん、だからそのプログラマーもそうですよね。プログラマーも全く喋れないプログラマーなのか、コミュニケーションできるプログラマーなのか、どっちがいいですかと。同じ力量ですよ。同じ言語しか書けない。どっち選びます？じゃあ面接の時ね、何も喋れない。ね、もちろん武器としてね、まあ、僕は、すみません、僕、無口であんま喋れないです。ただ、プログラムは、世界一のアプリ作って、ダウンロード数が2億ぐらい、突破したアプリ作ったことあります。まあ、それ終了、それで終了なんですけど、すげえみたいなね。それで、まあ、喋れなくても、それぐらいの武器があったらね、まあ、勝ちですけど、まあ、きついですよね。大体一緒なんで。ね、そんなにぶち抜いてたら会社に就職するって話なんで、そもそも。いやでもそれぐらいの武器があったら絶対欲しいですよね。 DMM も欲しいですよ。え、2億ダウンロードさせたアプリを作った男、うち来てくれみたいな話じゃないですか。全世界で使われてますみたいなアプリを作りましたみたいなね。だって日本の人口1億ですよね。2億ってもう世界ですよね。いや、うちの会社で働いてくれってなりますよね。ね、年俸も1億払ってもいいみたいなね、話じゃないですか。そう。なんで、まあ、そこまでの武器がない、ぶち抜いてる武器がないんだったら、やっぱりその、絶対あった方がいいよねっていう。このスキルはあった方がいいよねっていうやつに関しては、
鬼やった方がいいと思いますよ。で僕もトークに関してはずっとやった結果、結果的にトークが僕を救ってくれてるんで、この喋るっていうことができなかったら、まあ、そもそも有料の商品も作るのしんどいし、無料の動画を作るのもしんどいだろうし、なのでもう余裕なんですよ。だから有料の商品もいくらでも作ろうと思えば作れるわけですよね。今日作れっつって今日作れるんですよ、有料の商品。だって無料の動画なのか有料の動画なのかの違いなんで、まああとはしっかり、まあ、ちょっとねあのスーツ着てちゃんと喋るか喋らないかの違いなんで、無料の場合はねどうもーみたいなねやったりとか、あ CM 入れたりとかねなんかしますけど、じゃそれを CM なしでねガチでね喋ればいいだけじゃないですか。一緒ですよ、ほとんどやってること。でもこれ喋れなかったらしんどいですよね、商品作るのも無料の動画作るのも。だけどもう鼻くそレベルなんで、鼻くそレベルになった理由はただやっただけなんですよ、誰よりも。うん、だからまあなんか吉谷さんだからできるんでしょうっていうのは、ただやった、だからめちゃくちゃやるっていう、ただそれだけなんですよ。でそれが吉谷さんだからできたんでしょうっつったら、うん、そうなのかもねって話ですね。でも誰でもめちゃくちゃやろうと思えばできるわけですよ。タイピングの話に戻しますけど、別に特打なんてね、ソースネクストさんが出してる特打っていうソフトが1億円しますっていう話じゃないんですよ。1980円ですよ。1980円買えるやん。買えるでしょ。高校生でもバイトしたら買えるでしょ。1980円ぐらい。ね。もう買いましょう。僕はあの、AK さんっていうね、人いてるんですよ。まあ、信者の。AK さんね、コンサル入ってくれたんですけど、最初に言ったのが、ソースネクストの特打買え、みたいな。コンサル内容なんやねんみたいなね、まあなんか売り込まれるみたいなね。なんでそれ言ったかっていうと、全然パソコンキーボード打てませんって言ってたんで、いやそれは論外でしょと。これからネットビジネスでね稼ぎたいんだったら、これからネットビジネスで稼ぎたいんだったら絶対ブラインドタッチなんか当たり前にできた方が生産性絶対上がるでしょと。将来考えた時にブラインドタッチをできずにねこうやってるのか、もしくはね結構いたんですけども、あの、ホームポジションっていうのがまあまああるわけですよ。だけど、ホームポジションは基本をね、やらずにしてね、なんかこれで速くなるより、こっちで速くなった方がやっぱ速いんですよ。だから、しんどいですよ。ホームポジションでこう動かすってのはしんどいんだけど、それじゃなくて、こんなんでやってたら、やっぱね、しんどいわけですよ。あの、最終的な、その、生産性を見るとね。であるならば、しっかりとホームポジションある程度覚えて、まあ僕も全部、こっちはもう完全にホームポジションなんですけど、こっちはね、ちょっとエンターキーは小指はちょっときつい。まあできるんですけど、痛いんで、こっちになっちゃう部分あるんですけど、まあ、こっちはね、もう動かないですね。で、こっちはやっぱエンターキーとか矢印とかあるんで、こっちはちょっと動かすんですけど、まあでも早くなりましたよ、やっぱ。うん、ホームポジションマジ大事です。基本ですね。やっぱ基本大事ですね。徹底的に基本ですね。うん。だからまあその考えないといけないのが最終局地なんですよね。だからもちろん今も大事ですよ。今も大事なんだけど、自分が未来これが必要だな、あった方がいいな、こうなった方が絶対楽だな、楽したいわけじゃないですか。楽したくないですか。僕も楽したいですよ。じゃあ楽するためには極めれば楽になるわけじゃないですか。いや最初大変ですよ。だけど極めちゃったら楽じゃないですか。自転車も乗れるようになったらめっちゃスイスイ乗れますよね。それって一緒ですよ。最初は大変ですよ。もう地獄です。見たいです。下をね。下を見たい。めちゃくちゃ見たい。でも下を毎回見てたら、いつまで経ってもこのホームポジションでこう、ブラインドタッチはできないわけですよね。だって下も見て頼っちゃうんで。まあ、もう絶対見ないって。でもしんどいんですよ。そこをやっぱ乗り越えていかないとダメですよね。なぜならば、こっちを見てるんだよ。最終局地を。俺はこうなるんだと。絶対ブラインドタッチできるようになるんだっていう、ここしか見てないわけですよ。だからそれが大事ですよね。なんか結構ネットビジネスで挫折する人って、なんかね、ここの設定が弱すぎる。なんでやらんのかなっていう。メリットしかないやんと。まあもちろんなんで、まあいろんな理由が本当ありますよ。やっても金にならないっていうのはあるんで。でもそれ超えなければ、
いつまでたっても労働して終わりだと思いますけどね。労働して働いて、そのタイピングの、まあ今日もね、あのこれ流儀ちょっと撮り終わったらまたちょっと撮ろうかなと思うんですけど、まあ、そこの動画の最後でやっぱ労働で収入を上げる、給料を上げるって言ったら、まあ、残業するしかないじゃないですか。まあその今なんかその収入増やすって言ったら、だけどね、今コロナでもあれもあるんですけど、とにかく残業代増やすみたいな、まあ労働時間を増やすってことですよね。いや、それやってたらもう人生終わっちゃうよっていう。で給料のアッパーもあるし、どれだけ残業しても残業手当ってアッパーあるじゃないですか。で時間は使うわけですよね。だから確かに時間も使うし大変かもしれない、お金にも最初はならんかもしれないけど、そこの時間って絶対後々生きるよねっていう。でもそこをクリアしなかったらずっとその生活せんとあかんよっていう。最初は大変ですよ。最初はめちゃめちゃ大変ですよ。だけどそこはね、乗り越えないとね、変わんないですよ。はい、ということで、ソースネクストの紙タイピング特だ。これもう鉄板ですから、これめちゃくちゃいい。キュキュキュバーン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 、あーみたいな、あれ気持ちいいですよ。ブブブブブ、あーみたいな、いいっすよ、面白いっす。あれはね、ゲーム性僕は好きでしたね。まあ今はね、もっとクオリティ高くなってるのかな。僕だって2018の時か、あ、じゃあ大学4年だから20何歩でしょ、だから、まあ、20年前以上ですよ、から得だっていうソフトがあったわけですよ。そう、よかったですね。はい、ブラインドタッチできない方は得だを買いましょう。この下に入れておきますんで。では。